長径靭帯の筋膜リリースですが、長径靭帯はこう走っているので、前側が硬いのか後ろ側が硬いのか、まあ触って判別して、まあ、どっちかワークするか決めるんですけど、今日はこの後ろ側からワークするんですが、まっすぐに下ろしてしまうと大腿骨に力がかかっちゃうので痛いので、若干斜め方向に肘を当てて、膝方向に向かってゆっくりスライドさせる感じです。これランナーとか、よく走るサッカー選手とか、まあ、バスケ選手とか、なんか足を酷使する人はここが硬い人が多いので、ここが硬くなっちゃうのでこの膝の外側が痛い人も多いので、そういう患者さんとか選手がいる方は参考にしてみてください。後ろ側をやってるのはこんな感じです。で、真下に体重かけるように若干斜めにかけることが